まあこういう形ですね、はい、まあ今かかってます。ちょっとね、今あのデモとしてはちょっとこの音がね出せないんで、あのここの耳で今トリニティ株式会社さんに電話していますってこう耳で言ってるんですよ。なんで画面今皆さんのために見せてますけれども、見てなくてもあの普通にトリニティに電話って言ってトリニティに、ね、にかけてますって言ってかかるっていうですね、これあの喋って言って帰ってくるっていうのが、これだけでできます。で、あの今電話かけてるだけですけれども、まあ、皆さんもご存知かもしれない、これで、例えばですけれども、あのメールを、送ったりすることができます。例えば、矢口英二にメールを送信、勤務先、今ですね、勤務先と iPhone どっちですかって聞かれたので今勤務先って答えました。今日は日曜日明日は月曜日これ読み上げてます、今ここで。これ見なくてもいいんですね。送信、まあ、送信してもいいですかって言われたので送信です。これでメールが、で俺今見てますけれども、本当に普通にこうなんか歩きながら気持ち悪いですけど、メールを送って、これ SMS を送ったりとかですね、あのすることができます。例えば、今何時ですか？これ今耳でも現在の時刻は13時31分ですって言ってくれてるので、今見てますけど本当に見る必要がないっていうぐらいですね。これで非常にこの iPhone っていうのが、その目で見て指で触るっていうデバイスだったのが、僕らが昔に映画で見てたような形で喋って言って喋ってフィードバック、声でフィードバックしてくれて成り立つっていうですね、ことができるっていうのが、この Siri の素晴らしいところで、なおかつこの情報のヘッドセットを使っていただくと骨伝導 の、 そのノイズキャンセルがあのしっかりついてますので、うるさいところにいてもあの自分の声をしっかりですねクリアに Siri に伝えることができます。実際あの Apple の使い方してると周りがうるさいとあの判別してくれませんので、ちゃんと認識できません。なのでこのヘッドセットを使うことでカバンから出すこともなく周りがうるさくてもしっかり Siri と会話できるというのが、ミソでございます。ごめんなさい、もう一個だけ、あと一個だけ、今度、スピーカーの方、スピーカー今までですね、まあ、iPhone、これ Bluetooth でワイヤレスであの小さいながらも結構いい音がするということで人気のスピーカーなんですけれども、今まではまあ iPhone から普通に音楽を再生してそれを聴いてたとなんですけれども、今回 Siri が搭載されたということで、こちらも、まあ、世界で僕が知る限り他にあんまりないですけれども Siri に対応しているスピーカーです。で先ほどと同じようにあのファームウェアをですねあの変えられるソフトが出てますので、これでですね設定をしておきますと、このボタンで Siri を起動することができます。そうすると何がいいかと言いますと、 iPhone がどこにあってもですね手元にスピーカーがあれば音楽を再生、ごめんなさい、早く言いましたこれがピッて言って起動してから Siri がピピって言わないと言っちゃいけないんですけど、早まって言っちゃいました。音楽を再生。まあこういう感じでですね、あの音楽を再生してくれることができます。で例えば、次の曲にスキップ、これで次の曲に飛んだりとかですね、することができます。でこれだけではなくて面白いのは、ウルフルズを再生、
アーティスト名で再生したりとか。こういう感じですね。あとはそれだけではなくて、プレイリスト東京事変を再生。これプレイリストもこういう感じで、まあこれ東京事変って僕が作ったプレイリストを再生することができるという形で、あとですね、もう一個だけごめんなさい、ジャンルって曲に全部入ってるんですけれども、それも選ぶことができます。ハウスを再生、今日ハウス聞きたいななんつったらですね、ジャンルでこれで言うわけですね。ジャンル言ってないから、ジャンルハウスだ。ハウスを再生、ジャンルって言うと本当に行くんですけど、ジャンルって言うと本当に行くんですけどね、ハウスでも行くはずなんですよね。ハウスを再生、そうするとハウスってジャンルになっている音楽を再生してくれます。まあこういう感じでですね、だからジャズ聴きたいって言えばジャズを再生って言えばジャズっぽい曲になってくれるということで、非常に今までのですね、違う楽しみ方でこのワイヤレスのスピーカーで楽しめるというのはこのジャムボックスということで、まあ音も非常にいいのでぜひおすすめですということで、長くなってしまいましたが、止めるときも音楽を停止、でこれ再生停止する。なんで、これでですね、非常に、今までと違った、iPhone と、Siri と、ジャムボックス、そしてジョーボーンのヘッドセットで、楽しむことができますということで、長くなりましたが、すいません、ありがとうございました。